はフランスのピアニスト。1964年よりパリ音楽院に学び、13歳でピアノ科の主席となる。3年後にブリュッセルのエリザベート王妃国際音楽コンクールに入選。その後、アルトゥール・ルービンシュタインの目に留まり、その励ましと知恵を得て演奏活動に乗り出す。それ以降はヨーロッパや米国、カナダ、 日本でコンサートピアニストとしての地位を確立することに成功した。デューシャーブルはベートーベン、シューマン、ブラームス、ラベル、バルトークラのピアノ競争曲や、ショパン、シューマン、リスト、プーランクラのピアノ曲の演奏によって名高い。様々な音楽祭にも出演しており、例えばザルツブルク、ルゼルン、プロムス、ロッケンハウスの常連として知られている。ウィーンやベルリン、 ロンドンでも様々な演奏会に参加している。またロンドンフィルハーモニー還元楽団や、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ロッテルダムフィルハーモニー還元楽団、パリ還元楽団、スイスロマンド還元楽団、モントリオール交響楽団と共演を重ねている。2003年に演奏活動と決別し、引退。 <ici> https://www.franc ois-rene-ducable.fr、e e e. スラッシュ。ありがとうございます。